期3期前期無事帰還の喜びに浸るのもつかの間、非常勤務員たちは爆撃行に参加した部分の飛行機の整備点検に血眼です。エンジンの手入れはもとより、一本のネジにも一滴の油にも心を使い、我が愛情をいたわるように血のにじむロープを重ねます。明日の爆撃に備える整備員のこの隠れたる努力あってこそ、我が荒鷲の重砲の活躍は達成されるのです。中止戦線遠道部隊のある一日です。敵の牙城本館へ。この日のために骨を裂き肉を削って、鍛えに鍛えた我が腕を見ろと勇み立った我が陸の表しは、密運をくぐって長久本館へ。島は前頭さながら一個の要塞、英国が頼む東亜侵略の前進基地。身を眼下には天然の献身に守られて、野望を一つ一つに蓄えたガソリンタンクが立ち並ぶ。香港を打たずして東亜に平和なし。獲物を求めて急降下すれば、たちまち逃げ惑う砲艦一隻に命中。大東亜戦争完遂の前途を阻む者、まさに核のもとし。我が陸の表しは香港周辺の要塞を強襲、これを全く沈黙してしめています。今や敵船団、すでには荒鷲人の給水に、あるいは沈没し、あるいは拡大し、敵として声なし。